もう全然リングチェックの方行っていただいて大丈夫です。試合目だからな、すぐだよ。え、試合目一昨日立ったばっかりですけど、どうですか？別に試合やった感じないんで、全然問題ないです。1個勝った念願の堀口戦に、そうですね、高いですけど、はい、高いですか？もうそこ見据えてますけど、まあ、次で死んでもいいぐらい、次に集中して頑張ります。ネビーで、マネルセミファイナルに進出、それに要した時間はさあ接近だ。2人マネルケープいい選手だなと思って。まあでもはっきり言ってレベルが違いますよ。いや、はっきり言ってする、うん、まあずっとなんか言ってますよ、なんか4分とかなんか言ってたけど別に、はいはいはいみたいはいはい、分かった分かった。ビビってんじゃん、顔がちょっと違うじゃん、いつも。小林さん、プライベートで喧嘩とかもしないでしょ？そうですね、しないですね。そして、割と早い段階でこう当たってくるんですね。そうですね、そんなに反応も良くなかったんで。距離がちょっと近いんですよね、いつもの堀口選手より。全然ちょっと初戦と違う間合い。そうですね、ちょっと近めで、でこれもカウンター狙いながら自分の攻撃、相手が来なかったら自分の攻撃を出すっていう。そうです、もう組んでもグラウンドでも取れてない。うわ強い、下から別に叩かれても関係ない。キープして固めてっていう考えではない。そうです、それ一番つまんない。いやでも何でもやってくるから怖いんだよね。そう、チャンス、さあチャンスはチョークだ。あ、外れた外れた、正体する。それでも下がらないね、ケープは。あ、聞いた、今聞いたぞ。さあ結構一目できますね。そうですね、でも結構打たれ強かったんですよ。おー強いなと思って、その打たれ強いな、別に組んだ時に力があったわけでもないし、別に。さあラインにまた受ける。準決勝いきなりハイキング、最終第3ラウンドです。やっぱり決めたいなと。でここでもこの試合もセコンドは寝技でいこうって言ってたんですよ。でも俺がもうこの自分が寝技はちょっと嫌だと、寝技じゃなくて立ち技でいきたいって言って立ち技で、教授がそう言うならじゃあ立ち技でやろう。はい、これは効きますよ。でもよく審判が見てましたよね。これ本当に審判に感謝ですよ。タイムストップです。これ、はい、飛んでますか？はい、これは効きましたよ。これはめちゃくちゃあれだぜ、これ響くぜ。ぼーっとしますよね。そうですね。で、ご本人はもう OK って言ってるけど、そうです、 OK OK って言ってるんですけど、セコンドが多分待て待てとか言ってちょっと長めに止めたんですよ。ここからのことはじゃあよく覚えていない？途切れ途切れですね、だからまあマネルケープも多分ここで勝負しないと勝てないなと思ったから、倒しにがね勝てないなと思ったから来たんですよ、そこでこれができるというか。まあそうですね、これがやっぱ ATT とかで学んでることなので、やっぱり決めにしっかりいかないと盛り上がない。
まあ、まだ試合あるんで、まあ、しっかり、まあ、優勝します。ここのマイクは覚えてないですよ全然。あれ俺喋ったのみたいな。結構倒れたパン。これ、はい、脳震盪みたいなパーンって。あ、本当ですか。ストーンって押しても本当ですか。あのこのヘッドバット入ってる。あー、危ねえ。ストーンってこう、キー失ってる。本当ですか。危ねえ。初ノックダウンという、うん、そうですね、ヘッドで。はい、でもまあ立ってるんで、やってまだドラマ作るなよって。あー、ハラハラしてる。それが主役っすから。2014年12月31日このライジンが誕生する1年前にこの場所で戦っています。プライド崩壊後、日本格闘技界失われた10年を生き残ってきた2人の準決勝。